2022年10月14日、上高地を散策してきました。大正池からスタートし、田代池、田代橋、河童橋をめぐり、ゴールとなる岳沢湿原までの様子をノーカットでお送りします。見どころは等速、移動は5倍速でお送りします。はい、本日は10月14日ですね。ここは、上高地の大正池ですね。で、本日は上高地の散策と、これからですね、向こう側に見えている、焼岳に登るべく来ていますと。今日はですね、非常に良い天気なので、このように、逆さ穂高も見えている状況です。はい、じゃこれからですね、まず、田代橋の方まで散策してですね、でそこから焼岳に登って、で再び散策になると。二部構成で、お送りしようかなと。なので一旦ですね、ここから、遊歩道を通って、田代橋の方を目指していきたいと思いますね。はい、6時半ですね。じゃあスタートしましょう。ここは田代池ですね。Thank you.
橋に到着ですね。6時54分。で、ここからですね、焼け岳に登ってきますので、ちょっと見えないかな？ここからは見えないですね。焼け岳登ってきて、降りてきて、またこの場所から散策再開と、準備したいと思いますので、一旦切ります。はい、焼け岳登ってきました。10時43分ですね。4時間弱で、焼け岳往復ということで、今からまた再開と。ここから勝田橋まで歩いてみたいと思います。砂岩を通ってね、歩いてみたいと思います。だいぶね、日も高くなってきて、若干雲が出てきましたけど、まだまだね、いい天気が続いてるんで、期待できるかなというところ。はい、行きましょう。私に到着、また今度ですね、11時2分。で、こちらは先ほど登った焼岳、こっちもよく見えてますね。
まあ、じゃあここはちょっと混んでるんで、この先の展望地とあと岳沢湿原っていうのがあるんで、ちょっと行ってみましょうかね。と言いますけども、カッパが表では若干空いてるかなってところです。水がすごくよく見える。カッパ橋よりも、ね、水が綺麗に見えてたんで、カッパ橋からほどなく隣ですけど、私はこっちの方が好きですよね。はい。はい、これは600山とかだったかな。はい、じゃあ、岳沢湿原、ちょっと歩くんですけど、行ってみましょうかね。来ましたね。ここが岳沢湿原ですね。ここからもここが見えますね。あれは明神かな。ですね。うん。いや、いいっすな。で、時間もあるし、天気も引き続き良いので、上高地はこれぐらいにしてですね、乗鞍高原の、紅葉を見に行きたいと思いますね。はい、それではお疲れ様でした。以上で動画は終了です。ご覧いただきありがとうございました。